まあ昨日、企画の計画をしていたので、あ、書いていなかったですね。グルワさん経由の怖い話ですね。これ、グルワさん、まあ私の弟です。ね、私の弟が実際に体験した、恐怖体験ということで、まあ私も私の弟も、幽霊、心霊、全く、信じておりません。そしてまあリアリスト、お互いリアリストです。まあ特に私が超リアリストなので、それの影響を受けてグルワさんもまあ待ったので、まあよかったら聞いてください。これは実際に、グルワさんが経験した話です。はい。ただグルワさんは本当にもう全然あの霊のことは全く信じてません。ですので逆に冷静に、語っております、こちら。はい。実際は2つの話が続いているんですが、では参りましょう。音楽を変えます。私うまくね話せるかどうかちょっとわからないんですが、行きたいと思います。まずはじめに、こちらは本当にうちの弟グルワさんが経験した話です。はい、本当に経験した話です。ですのでまあそう思って聞いてください。グルワさんはすいません、何回も言いますが心霊オカルト全く信じておりません。信じていないからこそ本当に起きたことだけをお話ししたいと思います。では参ります。グルワさんがですね、ちょうど、大体20歳ぐらいの頃です。20歳前ぐらい、まだ10代だったと思います。その頃ですね、まあグルさんは結構、まあチンピラと言いますか、まあなんと言いますか、まあエグザイルと言いますか、あんなようなですね、まあマイルドヤンキーと言いますか、こうヤンキーチックな、まあ今でも見た目そんなに変わらないんですけれども、まあ背も高くてですね、ちょっとやんちゃな男の子でございました。そしてだいたい田舎のそれぐらいの世代というのはですね、まあそのぐらいの若い頃に皆さんもう免許を取ります。うちの地元でもですね、車がないとなかなか不便でございます。ですのでまあお友達、そして自分もまあ車の免許を取って、そしてさあじゃあ夜になったらですね、することがありませんので、まあドライブ行こうぜみたいな、まあよくある話ですよね。友達、そして友達の彼女、そして、自分グルさん、そして自分のグルさんの彼女、まあ美人の彼女でございました。私その彼女も知ってます。彼女からも話聞いてます。まあ元カノなんですけど、美人の彼女でございました。その4人でですね、友達、グルさんの友達を仮に A 君としましょうか。 A 君のご友、A 君の買った新しい車、まあもちろん中古なんですけれども、まあ皆さん田舎のヤンキーをイメージしてください。ハイエースのね、ちょっとあのビップカーみたいな、まあちょっと昔流行りましたよね。ハイエースをこうちょっと改造したような、まあうるさい車でございます。それでですね、まあヤンキー丸出しの車で、さあ何すると、まあ夜集まったもののですね、することは特にない。じゃあどうしましょうかと、まあ心霊スポットでも行こうかと、まあ誰が言い出すでもなく、そういう話になりました。これもまあよくある話だと思います。皆さんもですね、若い時は心霊スポットの1個や2個行ったと思います。そんな感じのノリで心霊スポットを調べました。するとですね、まあ車で1時間ぐらい、1時間から2時間ぐらいで行ける距離のところにですね、あの五寸釘で藁人形を打ち付けてある、五寸釘で藁人形が打ち付けてあることで有名な、まあいわゆる牛の国参りというやつなんですけど、それで有名な神社があるらしいということをまあ聞いてきたんですね。でそこ行ってみようかと、ちょうど今から出たら12時前ぐらいには着くぞと、10時ぐらいだったらしいんですけど、12時前ぐらいには着くから、まあそこちょっと見に行ってみるって言って、まあいいやんいいやんみたいな感じで、まあその4人で A 君運転で、車を走らせて、ハイエースね、で現地に向かいましたと。でまあ余裕で道はわかるだろうと思っていたんですけれども、案外ですね、こう道に迷いまして、
何かですね、こう途中変な住宅街みたいなところにこう迷い込んでしまったらしいんですね。でこうぐる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 住宅街をもう本当にぐる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 回ってしまって、迷いに迷い、なぜかそこを抜け出せずにですね、抜け出した頃には1時半、そして神社に着いた頃には本当にもう2時前と、まあまさに夜中2時に神社に到達しました。そして当然そうなんです、お参りをしてるところを見られると、五寸釘藁に打ち付けてるところを見られると、その効力はなくなる、もしくはその呪いが自分に返ってくるっていう、そういうものがまあ牛の国参りですので、まあこの時間マジで2時に来ちゃったねと、ガチでこの時間やばいんじゃないのと、若干皆さん緊張しながらですね、まあその神社にまあ向かったんですね。来たからには行くかと。で本当に2時ちょうどぐらいです。でまあ神社、まあ普通の神社だったらしいんですよ。本当に小さいお社がありまして、まあ別に普通の神社、ちょっと山の中にあるような、まあ普通の神社で階段上がって、で一応ですね、まあ現場は神社の裏だということで、まあ暗いんですが、なんとか一人ライターをつけながらですね、奥の方に行きました。そしてガサガサっと入っていったんですが、残念、特にですね、そこで誰かがいたとか、ね、白い服を着た女の人がいたとか、そういうことはなかった。で、A 君にしても、うちのグルさんにしても、やっぱりちょっとヤンキーチックなので、まあ、ビビり反面、女の子にもいいとこ見せたいですから、まあ、どうせ、やっぱおらんかったわ、と。で、木とか、一応確認したらしいんですね。近くの木とかをこう照らしたらしいんですけど、まあ、その時に、ないと。やっぱり別に特に藁人形もないし、まあ別にないと、何もないと、なかったと、ああ別に良かったなと、まあただまあまあちょっとドキドキはしたし、まあ面白かったんじゃないって言って、まあもうその神社を後にしたらしいんですね。でさあ帰ろうかと、で車に乗りまた、家に戻ろうとしたんですが、なぜかですね、行き死に引っかかった住宅街、また同じところで A 君がぐる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 、ああちょっと待って、どっちやったかな、あれどっちから来たっけなーってまた迷い出したんですよ。で、また迷ってるよ、またわからんの、確かにね、地形がわかりにくいところだったらしいんですけど、何やってんねんと。でほんじゃあその A 君がですね、あごめん、そうか、ちょっと悪いな、ごめんって言い出したんですね。どうしたんって言ったら、まあ、A 君の車、まあ、マフラーとかも改造してあって、結構なこう爆音がしてたんですよ。ババ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 、まあ、みたいな、よくある話、あのヤンキーの車でよくある話、ババババババンって。それで住宅街をあっち行ったりこっち行ったり、同じところをぐる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 バックしたり行ったりしてますよね。なので夜中の3時、そんな静かな住宅街でそんなことしてますから、当然 A 君は通報の危険を感じたんですよ。でもしパトカーが来たらちょっと悪いけど道案内してもらうわと謝って、で音に関して謝って、で道案内してもらえるからもうちょうどいいやんって言ってたか言ってなかったかぐらいで、遠くの方に石塔が見えたんですね。パトカーの石塔が見えたんです。でああよかったと、まあ来たけど、まあ来ちゃったけど、とりあえず来ちゃったけど、とりあえずそれでまあ説明して、さあ町を出れるわ、迷路を出れるわと思ったら、まあパーッと近づいてきて、コンコンコーンと、泊まりなさいって言われて、でまあ窓コンコンコン開けなさいと。で警察の方がこうしきりに車を見てるんですね。で君らね、こんな夜中に何してるんやと、こんなとこで、あすいません、ちょっと道に迷ってしまって、いやそんなことやないと、お前らが車の上に人を乗せてずーっと走ってる言うて、いろんなとこから通報が来とんのや、どこに乗っとんねんって言われたっていう話なんですけど、通報内容は夜中に車がうるさいっていうことではなくて、車の上に人が乗ってる、人が乗ってる車がうろうろ走っ
ってるという通報だったんです。もちろん誰も乗ってません。もちろん誰も乗ってません。そして警察の方によく聞くとですね、しがみついてるというよりかは上に立ってたっていう複数の通報が来ていたらしいんですよ。上にハイエースの上に立ってる人影が立ってる状態の車がうろうろ住宅街を回ってると、危ないからやめさせろというのが、そういう通報がまあ来ていたという話なんですね。でまあ本当にこれ警察の方がそういうふうに言われてですね、そして、実際に4人ともまあもちろんはぁってなって、いやそんなわけないです、乗せてるわけないですって、誰やお前かって言って、だから当然うちの弟がお前が乗ってたんかって当然言われるわけです。運転手は A 君、あと女性なんで、当然うちの弟が警察にお前が乗ってたんやろって言われて、まあいや乗ってません、本当に乗ってるというか乗ってるわけないじゃないですかって言って、まあ結局もうお前ら気ぃつけよ、やめとけよって言って、まあ警察は信じてくれず、まあその場はそれで終わったっていう、まあことなんですよね。はい。そしてですね、まあこれから2つ目の話につながっていくんですけど、まあこの事件がありまして、でこの事件があった以降ですね、まあ、もちろん例えば4人の間にこう4人の体に異変があったとかですね、それこそその取りつかれたとかですね、まあそういったことはですね特になく、まあみんな忘れてた、この事件のことはもう完全に忘れてたらしいんですね。でその忘れてた状態で、まあ大体2週間ぐらいが経った時、そのうちのグルさんの彼女がですね、ちょっとグルちゃんと相談に乗ってほしいんやけどっていうのが、まあそういう、まあ、連絡が来たんですよ。で、あどうしたんと、じゃあこれちょっと見てほしいんやけどって言われて、その当時、まあ、携帯電話、まだスマホとかじゃないです、普通のガラケーですけど、携帯電話を持ってた、もちろんみんな持っててメールとかもやり取りしてるんですけど、ちょっと最近いたずら電話が多いのよと。ほうと、いたずら電話なんやと。じゃあ無言の時もあるし、なんか言ってる時もあるし、気持ち悪くてって言って、はあと。ほんで番号わかんのかって言ったら、非通知じゃなくていつも電話番号通知でかかってくるらしいんですね。じゃあ犯人わかるんやないかと。じゃあいやそうじゃないねんと、番号が毎回違うって言うんですよ。で見てくれへんって言って着信履歴を見せてもらったんですって。するとですね、着信履歴が本当に知らない番号でダーって埋まってるんですよ。でだいたい夜の1時とか12時から2時ぐらいの間に知らない番号がダダ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 ってもう本当に立て続けに5分ごとぐらいに埋まってると。でこんなことってあるってまあなったわけなんですよ。なんやこれと、気持ち悪と、ストーカーにしても気持ち悪すぎるじゃないですか、番号が全部違うんやから。でまあだいたい当時のガラケーってその昔今のやつに比べてちょっと件数そんなに保存できないんですけど、それでもまあ30件ぐらいは履歴バーっと出るんですけど、その番号がいっぱいいっぱいいろんな番号がダダダダってある中でたまにあーってひらがなであーって書いてある番号がポンポンポーンとたまにまあ5つぐらいあったんですって。でこれ何と、あーってこれ何と。じゃあそれはこの大量にかかってきているランダムな電話番号の中で唯一いつも一緒の番号、たまにいつも一緒の番号があるっていうことを見つけて、それが分かりやすいように、そのことが分かりやすいようにあえて電話帳にあーという文字で入れたと。だからあーからかかってきたら絶対分かるようになったるねんって、まあそういうふうに言ってたんです。ほうと、
アーが犯人かと、アーが犯人の可能性ありますよね。で、まあ当然幽霊的なこと全然わからないですから、まあ当然これはもう事件ですよ、ストーカーですよね。なので、じゃあ分かったと、それ11時ぐらいだった、11時ぐらいだったらしいんですけど、今日じゃあちょっと一緒にいとこうと。で、あの電話かかってきたら、とりあえず俺が出たると。で、俺が出て俺が話すると。それで、まあ、あの彼氏がいるとか、あとはその俺がちょっと強く言ったら諦めよるかもしれへんし、それでもあかんかったらこのあの番号を持って警察行こうっていう話をしてたところで、はい、かかってきたんですよ。ふるるっと。で、表示名、あーです。来た、まさに来たと。今来た。だいたい12時半ぐらい。まさに来た。で、うちの弟が、まあ、おもむろに、こう、出ました。もしもし、と。おい、お前。おい、もしもし。なんか言えや。無言なんですよ。おい、お前な、迷惑やからな。もうかけてくんな、って言ったら、あれ、よく聞くと、よーく聞くとですよ。小さい声で、めちゃくちゃ小さい声で、お母さん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 ってずっと言ってるんです。ずっと言ってる、ちっちゃい子の声なんですよ。で、さらにその奥でも赤ん坊の泣き声、ものすごく泣いてる赤ん坊の泣き声がさらに遠くで、ギャー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 って赤ん坊が泣いてる声が聞こえる。その手前で、お母さん、お母さんってずっと男の子が言ってる。で、お母さんやないねんと。うちのグルさんもビクッとしたらしいんですけど、ちょっと待って、お母さんやないねんと。この電話の持ち主はお前のお母さんじゃない。だから、間違い電話やから、もうかけてくんな。で、もう一回言ったらしいんですね。お前間違えてるからかけてくんな。でも、お母さん、お母さん、まだ来ると。で、お前もうほんまに、これ警察に通報するからな、って言って、で、バシーンと切ったんですって。結局、まあ、向こうのリアクションは全くなし。そして、切って、気持ち悪、なんやこれと。なんか子供がお前お母さん言うとったぞと。で、まあ、彼女も全く心当たりがない。ですので、もう、明日、解約してこいと。とりあえず。もうこれを解約してこいと。もう、こんなもん気持ち悪いから、もうこの電話いらんわと、もうやめとけって言って、で、分かった、じゃあ明日解約しに行ってくるって言って、まあその日はそれで終わったんですよ。で、次の日、一人で解約しに行くのが彼女怖かったので、彼女の友人を連れて、まあランチがてらにこう解約しに行く、解約してまた新しい携帯を買おうということで、友人とまあランチしてたんですね。で、まあその本当に解約の直前なんですけど、じゃあ結構気の強い、女の子で、その子が、私、次もしかかってきたら、私が言うたるわと。私が女の声で、お母さんお母さんって男の子が言うんやったら、私が女の声で言ったら、もしかしたら聞きよるかもしれんから、最後に私が言ったるわ、かかってこへんかなって言ってたんですって。じゃあ、まさに、いつも普段昼はほとんどかかってこないんですけど、まさにその彼女と彼女の友達が飯食ってる時に、またあーから電話がプルルルとかかってきたんです。で、来た、ほんまに来たって言って、じゃあ私貸しって言って、で、その友達がカシャッと出て、で、また言ってるんですって。お母さん、お母さん、あんたな、もう迷惑やねん。あんたな、お母さんちゃうねん、この子は。もうやめてよって言って、やめてあげてよって言って。で、ブチッと切って。でもなんか、やっぱり、その友達も変なものを感じたんでしょうね。なんか気持ち悪いなと。やっぱり気持ち悪いわと。で、わかった。これ、お母さんの電話を、おそらく勝手に触って、いたずらをしてるんやと。だからこっちからかけ直してみれば、もしかしたらお母さん、もしくはお父さん、保護者の方が出るかもしれないと。こっちからこれにかけ直して、
最後私が文句を言うって言ってかまへんって言って、じゃあもうそのうちのグルさんの彼女はもういいそんなことせんでいいって言ったんですけど、いや私ちょっと一言言うわって言って、でもう一回その携帯のあの状態からあの着信履歴から通話ボタンを押して電話をかけたんですよ。その瞬間、この電話は現在使われておりません。で、彼女の友達は思わず携帯を投げてしまったという、まあそういうお話なんですけど、で結局その日にまあもちろん解約して、新しい番号を手に入れて、でその後はまあその現象は収まったらしいです。はい、というのがまあ、グルワさんが経験した、実際に体験した話です。はい。